ちはミニチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ルパンレンジャー VS パトレンジャーチョコ。ちょっと前が見えないので脱ぎます。今回も戦隊もののチョコが発売されました。パッケージはルパンレッドとパトレン1号です。当たりシールがあります。当たりシールでトリガーマシンスペシャル、スペシャルダイヤルファイター、キラキラメッキバージョンです。これが2000人に当たります。こうちゃんは今まで1個も当たったことがありません。当たるのはすごく難しいけど、今回も挑戦していきます。まずは5箱を買ってきました。せーの、この5箱で挑戦です。じゃあまずは1つ目いきます。真ん中開けるね。せーの、ドン。すごい、なんかすごい絵柄、パトレンジャーの絵が描かれてます。ないああ。お菓子は後で食べるとして、先に全部開けていきます。せーの、ドン。ない。そうそう出るもんじゃないけどね。3個目、せーの、ドン。4個目、せーの、ドン。ない。あ、ルパンレッドの最後の1本当たってくれ。せーの、ドン。あれ、ない。ない。残念ながら全部入ってませんでした。じゃあチョコを食べていきます。まずこれから開けるね。今回は丸い輪っかです。食べてみるね。いただきます。すごい美味しい。一袋の中に結構いっぱい入ってます。これはなかなか楽しめます。これで何を目指す。このチョコは相変わらず美味しいです。当たりは出なかったけど、これは大満足です。うん、美味しい。はい、というわけで今回はルパンレンジャー VS パトレンジャーチョコを紹介しました。当たりは入ってなくてもチョコはとっても美味しいです。みんなも食べてみてね。こうちゃんはこれからも挑戦します。それじゃあバイバイ。ママチャンネルまた見た。